はーい。お疲れ様です。元光です。今回のお話もなんですけど、ビッグモーターの大炎上についてのお話なんですけども、まあ、続々やばい話が出てくるわけなんですよね。そして今回は、この街路樹、元光も動画でお話ししてる、街路樹に除草剤かけて、えー、枯らしてんじゃねえのかーっていう疑惑に関するお話なんですけど、まあ、それに関してですね、まあ、かなりこれ、一 いいっぱ店舗がネット上で疑惑上がってるわけなんですけどその中にはねあれビッグモーターここはちゃんとえ緑を生い茂ってるぞみたいなのがあったりするみたいなんですよねでそれをよくよく見てみたらあれ近くに警察署があるぞーっていうことであれやっぱり悪いことって認識してて警察署の近くじゃやらねえのかーっていうようなね話になってるんですよね環境整備のために除草剤はみたいな感じの話だったはずなのにあれで、ね、警察署の前じゃ やらねんだみたいなそんなことがねえ言われてるんですよねそしてしかも最新情報で現役社員がなんと暴露していてですね警察の目を盗んでやった環境整備を証言ビッグモーター除草剤指示かっていうことで警察の目を盗んでやってたんだあの除草剤の件はよっていうのが暴露されちゃうんですよ現場の社員からまあ明らかに除草剤マクだとかは良くないことって分かった認識した上でやってたみたいなんですよね、まあ、これマジで 人すぎるなって普通に犯罪だからねってそんな話なんで見ていこうと思います元水のチャンネルでは時事ニュース系のことをお話していきますのでいいねと思ったらぜひチャンネル登録もよろしくお願いしますということでまあ一例あげると元水もね動画でお話しした通りこれ、えー、下が2011年のねビッグモーターのできる前の、えー、その街路樹ですねこんな感じで木とか植木もあったんですけどただビッグモーターができてからなぜかこの砂場みたいで荒地になってるぞと木も刈れて 植木も枯れまくってるというようなこんな話がむちゃくちゃ全国でねいろんなところで見つかったぞということなんですよね。 まあだから経営陣に指示されて除草剤がまかれてんじゃねえのかっていう風なね話になってたわけなんですよ。疑惑が上がってたんですよね。で、そんな中こんな感じでビッグモーター東神奈川店の前の街路樹は青々しててなぜなら隣の隣が神奈川県警だからって書き込みを見て即 Google ググマップ見に行ったら本当でしたわらわらーっていうことでこんな感じでこのビッグモーターのお店があるんですけどあれ このお店の前は全然植木も、えー、木も、えー、健在だね。 青々しいねっていう話なんですけど、ただその理由がね、推測されるんですけど、こんな感じでね、Google マップで見ると、さっきのお店がここね、で、ここに、えー、さっきの街路樹、植木とかがあるわけですけど、隣の隣、ここに、神奈川警察署があるんですよね。まあ、だから、警察が近くにいすぎて、除草剤負けねえんじゃねえのかっていうのがね、言われてるわけですよ。珍しく、街路樹が青々しいビッグモーターをね、見てみたら、近くに警察署があったってもうなんか、 これ組織的にやってるみたいなやつの答え合わせみたいになっちゃいますけどねマジでこういう店舗にはそういう除草剤とか巻かないんだねみたいになっちゃいますけどね、まあ、もちろんビッグモーターがまだ除草剤を巻いたかどうかっていうのはね確定はしてないですけど今調査しまくってるからすぐわかることなんじゃないのかなと思いますあとですね速報でこういう話も出てくるわけなんですよ警察の目を盗んであった環境整備を証言ビッグモーター除草剤指示かっていうことで現 液社員から暴露されてるんですよね、えー、除草剤に関しては警察の目を盗んでやったってお完全に悪いことを認識した上でやってるわけなんですよ。 ええー、みたいなことがね、暴露されてて、ビッグモーターの不正問題です。国土交通省が28日、立ち入り検査に入ったのは、その数、全国で34店舗にも上ります。環境整備と呼ばれる異様な店舗点検の実態を現役スタッフと元店長が激白しました。床は舐められるぐらいまで磨けっていうことで、まあもうこんなね、抜き打ちのね、立ち入り検査も入ったり、国が動いたりしてるぐらいだから、もう本当に、あ、この会社やべえって思った人は、 ガンガンね暴露とかしてるみたいなんですよねで全国34事業場に整備記録を確認だとことは各地域各省庁に飛び火していますビッグモーターをめぐる保険金不正請求などの問題国交省が全国34の事業場に立ち入り検査に入る異例の事態となりましたマジで異例だよね本当にドラマみたいなことが行われてるんですけど作業着のスタッフに1枚の書類を見せ詳しく話を聞いています ただ、こちらの店舗の前にいるのは国交省ではありません。兵庫県の店舗前を調査したのは県の土木事務所ですということで、まあ、国交省も全店をチェックはできてないからね。で、えー、この土木事務所も調査に入ったということで、加古川土木事務所担当者が言うには、令和2年4月にあった中木が7月にない状態だって、なくなってるってなんでだって、自分の敷地だと元店長が激白って、え元店長、自分の敷地 どういうこと各地で店舗の前の街路樹が不自然に枯れている問題。2018年から3年ほど勤めていた元店長、除草剤を撒いたことを認めています。ということで、またここでもね、暴露されてるわけなんですよ。完全に認めちゃってて。で、えー、2018年から3年勤務元店長、正直言うと私もやらされていた、除草剤を任されていた、道路側の街路樹、入社してほどなくして店長に言われた、撒い,いて、 と3ヶ月に1度ほど巻いていたということで指示されてこういうことをやってたんだっていう風にね除草剤撒いてたことを激白してるんですよ。行道にある街路樹なぜ疑問に思わなかったのでしょうかという質問には2018年から3年勤務の元店長は周辺の街路樹を見て気づくことは道路でこの辺りはビッグモーターの敷地なのかなと思ってやっていた。いやいやそれはわかるだろう。 そんそれなんかまあこれちょっとむちゃくちゃな言い訳だなって感じがするんですけど私がその時店長から言われたのが道路沿いから車がよく見えるようにとやっぱり。 やっぱり見栄え良くするためにだったんだね、これ。で、えっ、ー、と、木を枯らせていたのはあった。もう流れというか、敷きたいみたいになっているって。まあそうだよね。それぐらいにならないとこんなに全国で、ポン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 同じ事例出てこないよね。なぜここまでしなければならなかったのか。現役社員がある業務の実態を明かしたって現役社員だよ。今の社員が暴露してるんですけど、警察の目を盗んでやった証言ということで、え 警察の目盗んでたらしくて、えー、ビッグモーターの金重宏之前社長は、会見の時かな、一部報道の除草剤をまいて、店舗前の街路樹が枯れた話は、あのー、環境整備でーって言って言おうとしたらね、本部長に止められてたんですよね。えー、こんな感じで、えー、部長が出てきて、こちらに関しては調査させていただきましてっていうことで、会見では濁されてたわけなんですよ。 ま、一応、泉社長がいろいろ説明してみましたけど、ある種除草剤使ってたのは認めてたんですよね。前社長の会見で出た環境整備という言葉、本社から清掃などについて点検される業務です。現役の社員からその生々しい状況を聞くことができました。いや、それは生々しいよね。 ほんと鮮度抜群だと思うんですけどビッグモーターの現役社員は環境整備の前日から3日前くらいみんな残って店をきれいにしていく方まあそれは別にいいんじゃない早い話床を舐められるぐらいまで窓ガラスは何もついていない状態なるほどおう、まあ、それだけだったらまあすごいねとは思うんですけど私が入社した時も夜中の1時2時は当たり前マジって。 これ、まあ、ちゃんと残業がついてんのついててもちょっと働きすぎだったら問題だけどね。実際、このスタッフも除草剤を撒くよう指示されたと言います。えあ、もうじゃあ、はっきりと除草剤をくように指示されてたみたいで、国道の部分の砂利や雑草に関しても、交通が途切れた段階で削除しろよ。撤去しろよと言われる。え交通が途切れた。要するに、人通りがなくなった時に削除しろとか撤去しろって。 もうあのー、なんか、木とかがあったら、削除しろ、撤去しろって言われるみたいなんですよ。正直僕の店でも除草剤、オレンジ色の除草剤を使っていた。うわうわ、噂の、これ除草王だよね。今爆売れしてる。地図で見ると、別の店舗の道端には、オレンジ色のケースが置かれていることが分かりました。警察からも注意を受けたことがありましたと。いえ、もう直接警察からも注意受けてたらしいんですよね。 マジかってまあそれは除草剤とかすぐそこに置いてたらおい君何してんのて言われますよねでさらに交通量が途絶えた時に掃除していたが警察から注意されることはあった危ないからやめてくれとただそれを理由にやらないと環境整備の時にそこを指摘され降格されるのが目に見えている我々も警察の目を盗んでやっていたというのが実情ということで <laughs> あ今警察いねえからやろうぜとかそういう感じあとなんか夜遅くにや やったりだとかマジでやばいよねこれ歴代の店長から環境整備はこういうものこういうもの熱力引き継がれていくものだってそれが当たり前というふうに残っているということが言われててまあ変なというか完全にアウトなことが引き継がれてるみたいなんですよねまあ、圧力をかけられて無理やりそういう状況に追い込まれかつそういうのがしきたりになっていた。 みたいな感じで警察の目を盗んでやってたらしいんですよね。また暴露が出てきてるわけなんですけど、やばすぎるってこれ。まあ、全国各地でいろいろ調査が入ってるんで、これに関しても徹底的に追及はされるんだとは思うんですけど、まあ、とりあえずね、ネットの意見も見ていこうと思います。悪いことをしてるっていう自覚はあるんだねって、いや、そうだよね。自覚があるからこそ、やっぱ警察にはちょっと目を光らせてるという感じなんでしょうかね。マジでやばいってこれ、ほんと。とか、他には、こいつらマジで露骨。 笑って<笑>警察署の近くでは全然除草剤まかないのみたいな、ね、感じでもう露骨すぎだろっていうのが、ね、言われてたりしますね。とか、他にも私の知ってるところも街路樹無事だとた。お他にもあるんだね。近くにあるのは役所と消防署。なるほど。警察署ではないけど、こういうのが近くにあるよと。これも関係あるのかな木が無事でよかった。まあ、それだよね。木が無事でよかった。木もそうです。生物的な話もそうですし、みんなの税金だからね。これ うん、まあこちらもね、えー、いいねさせていただきますね。とか、ビッグモーター、新横浜店も緑、生い茂ってましたが、目の前に港北区役所がありましたということで、ここはあ警察署じゃなくて区役所があったよっていう話なんですよね。でも緑がしっかり生い茂ってるって、で実際にこれかな、えー、ビッグモーターがここにあって、もう目の前に区役所があるよということなんですよね。 まあそのせいで手出しできないような状態なんじゃねっていう可能性はまああるのはありますよね。こちらもいいね。させていただきますね。とか、地元の街路樹枯れてなかったけれど、そういえば近くに警察署あったらあって他にもこういうこと言われてるんですよ。やっぱり警察署の目を気にしてるんですかね。環境整備だっていう名目でやってたはずなのに、警察署があったら、はい、できませんっていう風になるわけ。ちょっとわけわかんないね。とか、他には、自治体が街路樹調査して、除草剤で枯れさせたと証して、 を取れれればば提訴すればいいって自治体は市民のためにとあるから市民から自治体に圧をかければいい行政はビッグモーターを擁護する立場がいないようだから市民へのパフォーマンスで積極的に行うでしょうってまあ、確かにね、まあ、こんだけ疑惑が上がってたり報道とかもされてたらさもうビッグモーターをどんだけ追求しようがまあなんかヒーロー的な存在になれるよね <laughs> まあこちらでいいで、ね、させていただきますねとか他にはビッグモーターの大喜利探しみたいになってるな笑 って今のところこれが優勝可能っていうことでだってさ環境整備の一環 でとかかかかっっっって言っててて言たののにななぜ警察署の前ととじじゃ全然状況がが変わってるんんですよ分かりやすすよよ分りやぎだろそ感しまねということで、今回はビッグモーター、街路樹、除草剤の話、警察の目を盗んでやってたっていう話が上がってしまうというような話でした。皆さんの意見もね、ぜひお聞かせいただけたらなと思います。元道のチャンネルでは、時事ニュース系のことを話していきますので、いいねと思ったら、ぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。本日もご視聴ありがとうございました。